When everything is on, we light a candle. We're breathing really slow with artists. We're waiting for the dawn with empty bottles. You turn around when I wanna kiss. 皆さんこんにちは、橋本美香です。今日のデザインはこちらです。じゃじゃーん。メタルパーツネイルっていうのは皆さんに紹介したいんですけども、今日ね皆さんにお伝えするのはこちらの N009 番のネイビーがベースカラーになったこちらのやり方を紹介します。この辺とかっていうのはもう本当にパーツを並べているだけで、これはパーツを置いて中にジェルを乗せて固めてるだけって感じなんですが、このパーツのくっつけ方っていうのと、このゴールドのフレームの中に他のアイテムっていうのを埋め込むっていう、どっちも両方の技が含まれていますので、こちらを紹介したいと思います。はい、それではやっていきましょう。使用するアイテムですね、カラージェルは N009 番です。そして今日はね、このパーツグルージェルを使います。これがね超便利、パーツをくっつけるときにはもう必需品です。はい、でゴールドパーツフレーム、はい、スクエアのフレーム、ちょっと大きめのものがいいと思います。でその他のゴールド系のパーツですね。で、こちら。はい。こちらのシェル。まあ、ネイビーっぽい、ブラックっぽい感じの、ちょっとダークな色のシェルがおすすめです。で、トップはノンワイプ、トップジェルを使うんですけど、今日は、いつもこれ使うんですけど、今日はこのパーツグルージェルをもうトップジェルとして使ってしまいます。理由はね、また後で説明しますが、今日はパーツグルージェルをトップに使うので未硬化ジェルが最後出てしまいます。なのでこちらね、ジェルクリーナーを使います。それではやっていきましょう。まずは N009 番を一色塗りします。ブラシは何でも OK なんですけど、今日はグラデーション使おうかな。オーバルとかでも全然いいと思います。ネイルチップをまっすぐくっつけて、で塗っていきます。はい、ではライトに入れて硬化します。そしたらパーツグルージェル、パーツグルージェルをパーツを乗せたい、今回爪の中心に乗せたいので、中心部分に爪に塗る。はい、でパーツをくっつけていきます。まずは一番大きなから乗せてバランスを取ります。じゃあ真ん中に乗せようかなということで、ここに乗せますね。パーツグルージェルは結構ね、テクスチャーが硬いですので、そんなにバーって横にすぐ流れていったりすることはないです。あんまりにももうほんと球体みたいなものをしたらさすがに流れていっちゃいますが、このぐらいなら大丈夫で、その上下にパーツを乗せます。はい、こんな感じ。ではこの状態でライトに入れて硬化します。で一応硬化する前にもう一度ね、バランス大丈夫かなって確認してから硬化してくださいね。あとはパーツの向き、爪がこうカーブになってるのに対してパーツはまっすぐなってるので、こうちょっとちゃんと綺麗に見えるかっていう角度を決めて入れます。そしたら次にこのシェルの中でこの柄が綺麗だなと思うやつを見つけ出して、これとかねすごく綺麗ですね。そういうのはね、いくつかで、できればちょっと薄いやつをね探した方がいいと思います。はい、こんな感じで見つけたら、はい、ここに綺麗に収まるようにハサミでカットします。こういう感じで、おっと、ちょっと当てはめて、ちょっと気をつけながらこう挟んでパキッと折る感じでもいいかもしれないですね。薄かったらこんな感じで、はい、あんまりにも分厚いやつはニッパーで切ったりするんですけど、まあちょっと危ないのでって感じですね。硬くて切れない、うん、なんとかちょっと割るそしたらもう一度パーツグルージェルをこの四角の中にちょっとたっぷりって言っても四角から溢れ出ない程度に入れます。でちょっと流して全体に入れて、でシェルを中に入れ込みます。ほら、こんな感じで、
この1個でちょうどいいかな。大きさがね、綺麗に収まらないときは 2,3 個重ねてやるんですけど、1個で良さそうですね。入れれました。ではライトに入れて硬化します。では仕上げにパーツグルージェル。パーツグルージェルをトップに使う理由としては、横から見ると分かるんですけど、こんな感じで表面がかなりね、デコボコしていますので、普通のノーワイプトップだとそのデコボコをカバーしきれないと思いますので、こういうパーツをしっかり埋め込む用のジェルっていうのを使ってすると、こうぷっくりなるので、それでしっかり埋め込んであげるようにします。で、粘度が高くてぷっくりできる分ですね、空気が中に入りやすいですので、空気が入らないようにブラシはゆっくりと動かして、はい、もし空気が入った場合は硬化する前に空気を爪から外にスーッと優しくね、ブラシの角とかで動かして逃がしてあげるようにしてくださいね。はい、ということで濡れたらライトに入れて硬化します。硬化することができたら、ジェルネイルクリーナーをピンクワイプにとって、表面ね、未硬化ジェルがまだ残ってますので拭き取ります。はい、未硬化ジェルを拭き取ることができたら、はい、ということで完成です。いかがですか？5本合わせるとこんな感じです。はい、パーツをね、固定したりとか埋め込んだりする方法、あとは、こういうゴールドのフレームの中にシェルを当てはめる方法などなど、皆さんにお伝えしたいことがいっぱいだった動画なんですけども、いかがだったでしょうか？伝わったでしょうか？少しでも参考になっていれば嬉しいです。ということで、インスタグラムも、最近更新頑張ってます。あとは、橋本美香オンラインコミュニティ、オンラインサロンですね、もやっていますので、ぜひぜひ動画詳細部分概要欄をチェックしてください。動画の中で使用したレティジアの公式楽天ショップも載せておきます。それでは皆さん、今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。また次の新しい動画でもお会いしましょう。バイバーイ。